みんな練習場かな。いない。あ、いたいたいた。そりゃ、この人、ラーティーだっけ？話したことないんだよね、ちゃんと。あら、おはよう。昨日は立て続けに大変だったみたいに。調子はいかが？ありがとうございます。もう大丈夫です。それはよかったわ。どう？みんなとは仲良くやってる？私、ここじゃ結構古株なのよ。みんなのことなら結構詳しいんだから。何か知りたいことはないかしら？それじゃあ。あ、みんなについて聞ける。じゃあちょっと、キャンディーから聞いていこうか。キャンディーちゃんは、着せ替え上手じゃねえ。着せ替え替えがあるわね。何でも着てくれるのよ。ああ見えて、歌姫のお仕事に手は抜かないのよ。元から歌うのが好きなんでしょうね。ほうほう、シルバーは？シルバーちゃんは、団で一番の力持ちなのよ。ショーの役回りも力仕事が多いみたいね。でも、ああ見えて意外とお料理も上手なのよ。たまにいい匂いがするわ。で、椎名も、椎名ちゃんかな、次は。シーナちゃんは人懐っこい子よね。小さい体でぴょんぴょんと軽技を凝らすのよ。あの子、夢を消したり見せたりできるらしいのよね。確か、ムーマって言うんだっけ？アニス。アニちゃん、いつもツンツンしてて、ついかまっちゃいたくなるのよね。大抵嫌がられるんだけど。あ、ラーティがアニちゃん言ってるから、アニスと呼べって言ってたんだな。ああ見えて結構面倒見はいいみたいよ。いつもシーナちゃんに振り回されてるわ。アテム。アテムちゃんは不思議な子よね。何もないところから突然現れたりするのよ。見ての通り天使みたいだけど、天使らしからぬ言能よね。ま、肩にはハマらない子は好きよ。団長。団長？団長の言うことはよくわからないのよね。謎多き女なのかしら。ま、少なくとも団員はみんな団長に拾われてここにいるの。感謝はしているわ。あたしもね。で、肝心の口なぎくん。口なぎちゃん？あの子は3ヶ月ほど前に入ってきた新人ちゃんよ。相当器用なのかしら。入団して3日目くらいにはもうすでにショーに出てたわ。それ以外情報がない。そうなるとやっぱちょっと怖いな。ここは誰もいない。みんな練習場かな。あれ、あー、いた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 。あれって。よう。よう、寝ぼすけさんよ。悪い夢も見ましたって面じゃねえか。アテム君、何でもわかるんだね。さてね、お前がわかりやすいだけじゃねえの。何でも知っちまうとつまらんだろうが。てなわけで、俺様はその悪夢の原因は知らねえぞ。多分な。何か知りたいことがあるなら、団長室にでも行ってみりゃいいんじゃねえか。あいつなんかすげえめたいこと毎回毎回言うよな。たく。備品はちゃんと整理しろって毎度言ってんのに。なんだ、しようか。ああ、昨日はちゃんとあの後眠れたかみたいなこと言ってたね。まあ。嘘だな。眠れてないやつ特有の顔してる。そんな特有の顔なんてあるんか。昨日のシルバーの感情に影響されたんなら、多少は寝苦しくなってもおかしくはない。昨晩のあいつは恐怖の感情で満ちてたからな。まあ、あんま思い悩むなよ。ありがとう。そのシルバーは大丈夫？よう、昨日は世話かけたな。気にしないでください。シルバーさんはもう大丈夫ですか？おう、俺は問題ないぜ。心もどこかすっきりしてる気がするくらいだ。まあ、ジョーちゃんには嫌なもん見せちまったが。気にしないでくれると助かる。わかりました。ありがとうよ。キャンディーちゃんもなかなか重かったけど、シルバーさん目とかえぐられちゃってるんでしょ。
相当えぐいな。キャンディー、あれ、おはよう。ずいぶんと寝ぼすけだね。早起きは三文の得だよ。おはよう、キャンディー。なんだか夢見が悪くて。あらら、大変だね。大丈夫？ここに来てからゆっくり眠れてないんじゃない？うん、大丈夫。多少少し疲れてるだけだよ。そ、自分を大事にしなよ。頑張りすぎて壊れちゃ元も子もないんだからさ。ありがとう。キャンディーだからこその説得力だな。キャンディーも眠、ちゃんとただただ眠りたいだけだったもんね。てかシーナいないけど。すまないね。今は少し取り込み中さ。悪いが後にしておくれ。南朝さん忙しいのかな。仕方ない。他に誰か。そういえばシーナは夢に詳しいんだっけ。彼女に相談してみようかな。お、今度はシーナちゃんパートになる。でもシーナちゃんいなかったんだよな、部屋に。ん？ここは口なぎくんでしょ？シーナちゃんどこにいる？じゃあちゃんと部屋とか調べてなかったけど、なんか調べるもんってある？ぬいぐるみ。ここがシーナちゃんでここはキャンディーか。可愛らしい絵本。ん？一冊だけなんだか難しそうな本がある。自己同一性とその認識について。二重人格。誰が読んでるんだろう。キャンディーとアニス。キャンディーじゃねえ、全然違う全然違う。シーナとアニスか。その可能性はあるな。シーナが元々のあれで、で、面倒見がいいって、アニスは面倒見がいいみたいなこと言っとったよね。だからもしかしたら、シーナの中に生まれた人格が、アニスなのかな。緑色の日記帳が何冊かなんで。ちょっと申し訳ないけど読ませてもらおう。そっと手に取ってページをめくってみる。我ながら結構この日記も続いてるな。これで何冊目だろう。半分は惰性かもだけど。そういえば、夢の中で日記を書いてみ、き始めて見ることにしたみたいなこと言ってたよね。今日は新入りが一度に二人も来た。女の子の方は私と同室らしい。仲良くできるかな。ところでムーマって何？太らないのは便利だけど、夜になると少し体が少し冷える。シルバーの毛皮が羨ましい。それだけ？それだけか。読まなくていいのよ。連打しちゃってる。ここにいるわけでもないもん。知ってるかなみたいな感じで話しかけてみたらなんかちょっと変わってる。あ、どうした？ちょっと待ってくれ。すぐに出る。やっと片付いた。で、俺になんか用か？忙しい時にごめんね。今シーナを探してるんだけど、どこかで見なかった？シーナ？いや、今日は見てねえな。昨日の公演後、あなたもずっと肌が痛えつってたから、てっきり部屋で休んでんのかと思ってたが、その様子を見るに、そういうわけじゃなさそうだな。うん、どこにもいなくて。どこにもか。いたずらで どこぞに隠れてる可能性もあるが。で、なんでお前はシーナを探してんだ？実は、昨日あの後、変な夢を見たんだ。団長さんに相談しようと思ったんだけど、忙しいみたいで。夢のことだし、シーナなら何かわかるんじゃないかなって思って。変な夢。腹痛。嫌な予感がするな。わざわざこっそり入って食べてくれてたのかな、もしかしたら。
おい、シルバー。おう、どうかしたか？お前、鼻がいいだろ。匂いでシーナがどこにいるか。それが無理なら、何か変わった匂いがしないかどうか。わかるか？ん？シーナの匂い？ちょっと待っとけよ。シーナの匂いは、やけに薄くてよくわからねえな。それと、妙だな。どこかで嗅ぎ慣れん匂いが。まずい。俺から離れろ。え？え？急に何？しま、く、いいだ。アニス。この匂い、キャンディーの時と同じ。く、そ、熱い、脳が焼き、離れろ、シルバー。だ、長、呼べ。なんだろう。今までの二人とは、なんだか雰囲気が違う。アニス、いるかい？ああ、一歩遅かったようだね。団長、何か心当たりでもあるのか？原因の、検討はついてるさね。でも今はそれどころじゃない。おう、こりゃまた。なんとか耐えてるってとこか？どうも今までの暴走とは様子が違うようじゃねえか。笑ってる場合か。団長さん、これは。ああ、見ての通りさ。あんたも、もう分かっているようさね。はい、アニスを助けないと。師匠でいいのが。なこって。え？俺から離れろ言ってたからな、ちょっと。す、た、くる。あんたに頼りすぎたくはないんだけどね。すまないね、志保。目を閉じな。すぐに送ろう。今の選択肢は何だったんだ？よかったのかな？ここがアニスの心の中の世界？なんだか意外だ。とりあえず何か助ける手がかりがないか探そうか。オッケー。なんかシーナっぽいよな、部屋の雰囲気。いるー、早い。どうすりゃいいんだ。あ、アニスだ。私に話しかけてるみたいだ。でもここからじゃ聞こえない。やっぱり今までの二人より落ち着いてる気がする。あの状態なら話ができるかもしれない。アニス、すまん、しよう。このままじゃ力がまともに話もできねえ。アニス、しっかりして。いいべ、悪夢を。え？青い扉の部屋、2番目に強いやつを持ってきてくれ。2番目に強いやつ？2番目に強い悪夢。鍵の開いた音だ。わかった、少し待っててね、アニス。頼んだ。ん？ 2 番目に強いやつ？なんかいっぱいあるんだけど。何？なんかある。宝物は強くて負けない万人が守ってるもの、そうあいつは言っていた。なら俺がその万人になろう。宝物が傷つけられないように。はあ、どういうことだ。あ、氷もあるじゃん。レースのリボン、すりガラスのボタン、鳥の羽にバラの花びら、そして三色のガラス玉。誰がバカにしようと、それらはあいつにとっての宝物だ。俺が否定させない、誰にも。あいつにとってってことはやっぱシーナに向けてなんだろうな。
赤い塊をうごめいている。触ると焼けるような痛みが走ったような気がした。緑の夢は一番弱いぞ。あー、嘘を言ってるや、嘘つき問題だ。オイラは一番強くも一番弱くもないわ。うん。黄色？オイラはちょうど真ん中のトゥートだぞ。はあ。オイラに近づくなよ。紫の夢の次に強いんだからな。なんでこんななんかややこしい感じになってんの、システム。遠くで頭を声が聞く。オイラは強くなくないぞ。赤い夢の方がオイラより強いぞ。嘘つきゲームだ。他に探すもんないよね。本棚って見たんだっけ？見てないか。古びた分厚い本がある。なぜだか真っ二つに裂けており、前半分しかないようだ。インクが滲んだって、インクが滲んじゃってて、ほとんど読めそうにない。読めるのは、ムーマとは夜中に現れて、人に悪夢を見せる怪物のことである。うん。ナイトメア、サキュバス、インキュバス、アルプ、エンプーサ。様々な呼び名があり、性質もやや異なる。また一説では、サキュバスとインキュバスは同一存在であるとされている。サキュバスが女の子のムーマで、インキュバス、まあムーマかどうかわからない、悪魔、まあ悪魔か。悪夢で、インキュバスが確か男の子の悪魔だったはず。で、まぁ、ちょっとエッチい話になるけど、サキュバスが男性に対して、まあ、そういうエッチいことを差し向けるような悪魔で、インキュバスが女性に対して、なんかそういうエッチいことを差し向けるような悪夢じゃなかったっけ？違ったっけ？なんかそんな記憶があるんだけど、どうだったかな。で、調べられるのはこれぐらいか。つうことは、ここから、2番目に強い、1番じゃなくて、しかも2番っていうね、2番目に強いやつを探し出せと。謎解きします。これ苦手なんだよな。毎回。はい、まあ、さっきカットしてからそんな時間経ってないんだけど、一通り一回ね、それぞれ言ってる言葉をメモに起こしてみたんですよ。で、そしたら、まず赤が緑の夢は一番弱い。青が、自分は強くない。赤の方が強い。緑が紫の次に自分は強い。で、黄色が自分はちょうど真ん中ぐらいの強さだ。で、最後紫が僕は一番強くも一番弱くもないって言ってるんだよね。で、これをその言葉が全部真実だとして、まあその前にこれ多分もしかしたら嘘つきゲーじゃないかもしれない、嘘つき問題ではないかもしれない、わかんない、これが全部真実だと仮定して、これその言葉通りに順番を並べ替えるのであれば、まず赤が言ってる緑の夢は一番弱いっていうのは、真実だとすると、まず一番弱いのが緑で、その肝心の緑が紫の次に強いって言ってるんだよね。ということは必然的に4番目が紫になると。で、黄色が、ちょうど自分は真ん中ぐらいの強さだって言ってるから、この時点で、緑、紫、黄色っていう順番で、もう強さが決まるんだよね。で、残り青と赤なんだけど、青は自分より赤の方が強いよって言ってる。つまり、青より赤の方が強いってことだから、順番的に言うと赤、青、黄色、紫、緑っていうことになるんだよね。で、アニスは2番目に強い夢を持ってきてくれと言ってたから、青で合ってんのかな。持ってこ。これで間違ってたらちょっとわからん。持ってきたよ。悪夢、2番目に強いやつを持ってきたよ。これならどうかな。ああ、
このくらいならちょうどいい。役立たずはできそこない。ブザバで呪まな兄しな。食べた。まさか自分の悪夢を食う日が来るとはな。でもまあ、なんとか話はできるくらいには戻ったか。アニスもメーマだったんだね。まあそういうことだ。かつ隠すことでもねえが、自分から言うことでもねえだろう。ひとまず俺は落ち着いたが、ここから出るにはまだ少し足りねえ。今赤い扉の鍵を開けた。俺じゃ踏み入ることのできない部屋だ。悪いが、もう少し手伝ってもらうぜ。大丈夫、それが私のできることなら。何をすればいいかな。今までと同じで構わねえよ。向こうに何があるかは俺も把握してねえんだ。ただ少なくともここはムーマの心の中だ。悪夢には気をつけろよ。危なくなったら戻ってこい。くっついてきた分くらいは食ってやる。わかった、ありがとう。他に何か気になることがあればあるなら答えるが。ぬいぐるみアニシナ。アニシナの方が気になるな。ねえ、アニシナって呼ぶな。え、昔の名前だ。それで察しろ。俺のことはアニスと呼んでくれ。わかったか。うん、すまん。それじゃあとは頼む。これここの選択肢でももしかして変わっちゃったりするかな。一応分けとこう。じゃあ行くか。こっちの方が。これは